はい、こんにちは、今日はですね、家飲み初心者のために、100円ダイソーですねで、手に入る便利グッズを紹介していきたいと思います。まあ、この動画を見る人たちってこれから家飲みを普段は外飲みでお酒を楽しんでいた方が、家飲みをもっと楽しい家でお酒をもっと美味しく飲めるようにしたいっていう方が多いと思うんですけど、そういった方々に、まあ、まず道具から揃えるってなった時に、まあ、何を買ったらいいんだろうっていう風になってくると思うんですけど、まあ入り口として入りやすいダイソーの商品で家飲みを楽しめるようにする、商品を、5つ紹介していきたいなっていう風に思います。ではまず最初1つ目なんですね。おすすめなのがこのアイスピックですね。僕らの YouTube のショート動画でも今やってるんですけど、氷柱っていう氷の柱ですねを、作るのに、板氷っていうでかい氷を普段買ってきて、アイスピックとかで、うまく削って、最後包丁で鳴らして、動画今作ってるんですけど、まずあの板氷を最初に割るときに使うのはこのアイスピックです。こっちか、まあこれはもう見た通り氷を砕くためにあって、板氷ってもうすごい綺麗に氷として作られてて、中にもう気孔とか空気が入ってない状態の氷なので、まああれを作ることによって、まあロックはもちろん、ハイボールで飲むときとかも、中に空気が入ってないので炭酸が抜けにくいっていう、あとは温度がずっと冷えた状態でお酒を楽しめるっていうメリットがあって、氷を砕くときにはすごい便利なアイテムとなっております。で2つ目、おすすめなのが、こちらの、まあ、醤油スプレー。これはですね、まあ、こういう形状のものだったら何でもいいと思うんですけど、アドマイザーっていうものに使ったら便利かなっていうふうに思っています。でアドマイザーって何ぞやって話なんですけど、ハイボールとかで、まあ、ウイスキー入れて氷入れて炭酸で混ぜて飲むっていうのが一番ベーシックな飲み方だと思うんですけど、この中にウイスキーを入れて最後のハイボール飲む前に、まあ、飲み口の部分ですねに、まあ、2プッシュとかこの中に同じウイスキーを入れて、かけることによってよりウイスキーの香りを楽しめるようになるんですよ。なので味、香りからより、ウイスキーを美味しく、まあ、ハイボールでね、ハイボールを美味しく飲めるようにするっていうメリットがあります。まあ、これは本当この一工夫で全然ハイボールが、美味しく楽しめるようになるのでおすすめの一品となっています。では3つ目が、マドラーです。でこれは、今紹介している商品が全部、当然110円になるんですけど、これも同じく110円で、バーとかでよくやってる本格的なマドラーって値段がすごいピンキリで、まあ、高いものと1万を超えるものがあるんですけど、まずはもう普通のダイソーもこれでもいいので、カクテルとか作った際に混ぜて、フィニッシュするっていうのに使うと便利かなっていうふうに思います。で、4つ目がちょっと意外なんですけど、このフリーザーバッグ、フリーザーバッグでね、はい、です。でこれは使い方としてはさっきアイスピックで板氷を崩してお酒を楽しむってお話をしたんですけど、結局その板氷ってかなりのでかいサイズで、多分まあねパーティーとかでみんなで飲むんだったら1回で使い切ると思うんですけど、一人で飲む際に板氷を全部使い切ることってなかなか難しいと思うんですよ。で我々酒チューブもいっぺんに板氷を3つとか4つ買ってきて毎回崩してるんですけど、保存方法としてこのパックに入れて、冷凍庫に入れることによって、まあ、使いたい時にさっと取り出して、家飲みの効率がぐっと上がる時に使ったらいいかなっていうふうに思ってます。これは、我々酒チューブも普段使ってるものになります。で、最後はですねこちらですね。これはちょっと意外だったんですけど、これは珪藻土製の、コースターとなっています。お酒、特に冷えたお酒とかの、結露、お酒を飲んでるけどまあビールとかもそうなんですけど、結露が出てやっぱ漬けとかがびちょびちょになっちゃうじゃないですか。でこの珪藻土製ってよくあるのが、バスマットとかでよく最近見るんですけど、まあ、この石がすごい吸収性があるので漬けがびちょびちょにならないっていうことに関してはすごいいいかなっていうふうに思ってこちらをおすすめします。まあ今回は全部ダイソーで揃えたもの
なのでもう値段も全部オール110円とかで買えるものとなっています。まあ一番最初にやっぱりからお金かけるって結構ハードル高いと思うので、まずはこういった簡単に手に入るものから買っていって、もっとこだわりを出したいなと思ったら値段を上げていって、他のちゃんとした、まあ、これもダイソーの商品もちゃんとしてるんですけど、もっと本格的な商品を買ったりするのもいいかなっていうふうに思います。はい、まあ、まだ他にもね、いろいろまだ商品はあると思うので、まあ、今後新しく出たら紹介していきたいなと思うんですけど、まずはまあこの辺から始めていければいいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。